待ってた、本当待ってた。最近イカラブに、ありがとうりなちゃん。すごい虹、虹だ、虹スチ、ありがとう。スペベ最高だった。デレナちゃんありがとう。こちらこそ本当に無事によかった、開催されて。あ、そうだよ、みんな TikTok 見てくれた？ウォンチューの衣装珍くない？ウォンチュー、ウォンチューの衣装。あ、ポストするか、ポストしてないか。見た？そう、珍しいよね、ウォンチューでさ、あの髪型ってなんかやったことない、やったことなかったよね、多分。そんな気がするね、珍しい、高めね、珍い、わかる。三つ編みのイメージある、ウォンチューは。ウォンチューは特に嫌なことだと思い出して頑張ったって偉いよ、偉い。今日は髪の毛が膨張すると思っても結んだ。 TikTok 見たよ、だってありがとう大福ちゃん。名古屋のため台風よかった、本当によかった、開催されて。ウォンチュー衣装かわいい、 TikTok、 めっちゃ高いよあれ。ここだよ、ここ。ここの位置。ガオちゃんすごい？いや、本当に良かった。てか、台風、大丈夫そう？普通に。ね、ダメ、やばいよね。高め、好き？いや、やばそう、普通に。あれがリサの高めだ、2つだね。風強い？大丈夫？大丈夫そう？普通に。TikTok かわいすぎた、だってありがとうリック。高めのストレートよかった、台風大変そうで。だよね、なんか九州とかやばいかも。もうなんか土砂降り雨に降られて、降られました、めっちゃ今日。明日も雨なのかな、嫌なんだけど。博多のお店マジでなんかやばいらしい、めっちゃなんかもう閉まってるらしい、やばいよね、閉まってるって。めっちゃなんとか早めに終わるとか。てか関東に来るのはいつ？結局なんか全然、明日雨の中 KFC 食べに行くの？いいね、明日からしばらく東京も。嫌かも。2日3日とか、待って、そんな遅いの？31日から1日ぐらい、2日、まだどこに行くか分からない。そんなに遅くない？めっちゃ遅いじゃん、どういうこと？普通になんかいつももっと早いもんね、来るの台風速度。
謎すぎるんだ。え、そうだよね、最初の予定だったら今日とかだったよね、ほんと。うん、予報変わりすぎやろ。私のメイクレシピちょっと遅く、もう遅いよね、もう出遅れちゃったよね私。まなかちゃんありがとう。自転車並み、自転車並みって言ってるよね、どういうことかいな。キアリさんの TikTok 買いすぎたって、ありがとう見てくれて。待ってくれてるのみんな、こんばんは。マジン、明日は学校、ああ学校なの明日から。気をつけてね、台風とか。もう注射とストレートの先生今日だったって嬉しい、ありがとう。ウォンチューの衣装かわいい、やっぱ。今週日曜話し会行くねだって、ミオよろしくね、ありがとう。いっぱい天気次第で、でやばそう、大丈夫そう、ほんとに。今日もかわいいだって、ウォンチュー衣装って。私ね白なの、あの青がねあんま入ってなくて、そう私の衣装白。もんち高めに好きだった、 AC 死ぬまでだと少しやばいよね。そうなの、私ほぼ白。そうなの、だからね、なんか青っぽいやつだよねって言われるとね、えってなる、青ってなるけど、確かにほとんどみんな青入ってるから、そう私の衣装が珍しいかもしれない、白。うん、アイドルが好き、本当にワンチュー衣装マジで可愛い、マジで可愛い。なんか本当にあんまり着れないと思ってたからね、嬉しい着れて。そうワンチューからみんなデザイン違うくなった、メンバーの衣装。事前に2日間手に、送って、ありがとう、待ってる。キュアリサって夫婦で、あまあまあ嬉しい。ウォンチュー、真っ白セーラー服かわいい、かわいい、真っ白セーラー服かわいい、履かない感じがしてすごく。ウォンチューショーのテクトクイカだったって嬉しい。ウォンチューって最初のこと一緒、変わってない、マジで何も変わってないよ。衣装、うん、ウォンチューでエサ見て可愛いってなったから、ウォンチュー大好きだった、ありがとう。セーラー服可愛い、マジで。嘘、アリサがハマった映画だった。そう珍しい、あのペアの振りであの振りしたの初めてだったかもしれないね、意外と。いろんなパターンがあるね、普通にね。グッズ事前販売の雨が心配、心配かも。本当に雨とかも台風もなんか全部本当に。フュッシュの白い衣装が一番好きでしたって、本当にコニコになる。朝からホステルずっと見てるだって、ありがとう見てくれて。あ、千夏送ってありがとう、かわいい。絶対に交通機関全部止まってるね、やばいよね、大丈夫？
じゃないよね。絶対に大丈夫じゃないよね。危ない、気をつけてみんな。飛ばされないで。竜巻？やば。いろんなイベントが中止になってるのか。危ない。周年晴れそうで嬉しい。お、え、マジ？やったー。明日以降外出しちゃダメだよって思うじゃん。しないといけないんだよね。から無理かもしれないから気をつける。普通に金土日を耐えて。やばそうだよね。やばそうらしい。リサーした。でもありがとう、嬉しい、ありがとう。カズヤシにお話が登録したようだって、よろしくね、ありがとう。私はやばそう。竜巻やばい。竜巻ってなんかさ、なんか竜巻注意報とかよく聞くけど、竜巻さ、竜巻あんま見たことないかもね。竜巻って何っていう感じある。今外めっちゃ雨降ってる。マジで？なんかやばかったな、土砂降り雨降ってきたしね。やばい。 DM 送ったら見れたりするよ。オンラインしか言ってまだ予約でき、来週の水曜日かな。絶対アイドルやめないで。前髪今長いから耐えれない。前髪くすぐ終わる、すぐ終わります。雷マジで怖いよね。雷だけは本当に怖い、本当に怖い。明日も頑張れそうだって。大丈夫？夏風邪やばい。気をつけてね。大事にすぎる、本当。危ない。やっほ。終電に開けて前髪パッツンにするよ。絶対ね。綺麗なパッツンにします。今めっちゃ長いんだよ。だからちょっと、しかもなんか斜めってるしね。ああ美咲ちゃんありがとう。周年の髪型に悩むよね。でも本当にマジで、でもみんな好きな髪型で遊びに来て。うん、綺麗なお眉にするわけないじゃん。しないよ。週内2日間撮れてるけど楽しみだって。よろしく、ありがとう。触覚切るの？ここ、触覚リサもちょっと切ろうかな。周年の美術ちゃんと整えないとね。本当にマジでコメントしてよ。だってビキありがとう、嬉しい、コメントしてくれたの。うん、髪色、でもなんか意外と染めたばっか並みな感じもあるよね。髪の毛でもボブ、ボブはしないよ。周年リハ頑張ってて、ありがとう。短い触覚？触覚にエクステつけてました。え？どういうこと？初見さんだ、はじめまして。言ってたね、オレンジにしたいってね。言ってたわ。雨やばいよね、気をつけて、本当にマジ。こういうこと？短い触覚。
く、こう、そしてか終わった対策です。いや、本当に緊張しすぎたよね。伸ばしたのに切りすぎやばい。切りすぎたら終わりよ。あ、ここの触覚？大体みんなこういう触覚だよね。デコ出し？デコ出しはちょっとね、似合わないでさ。ステープ何回も見たって、ありがとうみーたん、たくさん見てくれて。こんばんは。あ、分けて、ここを分けてた。はるちゃんみたいなイメチェンしたいよね。エリサもイメチェン、なかなかむずいですね。サイドポニーとか、サイドポニーはまあ何回かあったこともあるけど、分けてるの好き。触覚の長さはって結構変わる。イメチェンしたいなら、まあ髪の毛の長さはこのままでしたいんだけど、やっぱ色かな。髪色をなんか違うやつにしたい。リサ大丈夫？大丈夫？そう、かわいいよね。なんか、なんだろう、私がやりたいのはやっぱ、なんだろうな、ミルクティーとかそういう系。いや、でも似合うのかな、リサって。いや、どうなんだろうか、似合うのか。インナーみたいなやったのは去年かな、去年のイコノイフェス、ジョイフェスか。でもね、なんかみんなからね、マジでね、マジでブリーチしたら髪が終わるらしい。髪終わるんだってさ。それちょっと困るかも、普通に。なんかね、エクステだけはちょっと嫌で、結構扱いにくいじゃないですか。そう、終わりなんですよ。やだー、終わりたくないかもしれん。やばいよね。でもなんかさ、アンナとかさ、翔子の髪の毛とか見たらさ、全然大丈夫じゃん。めっちゃ綺麗じゃん、二人ともブリーチしたりしてるのに。だから、なんかいけるんじゃないかとか思っちゃうけどさ、二人はなんかサラサラないよ。めっちゃサラサラなんだけど、やばくない？アンナと翔子のあのツルツルさは何？本当にツルツル。あんなツルツルなことあるって。私インナー、いや、なんかさ、どうしようね、本当に悩み。髪質によるのか。でも私細いから終わりかもしれない。細いし、なんかただでさえ絡まりやすいんですよ、マジ。終わりかも。でもなんかそれやんないと、やっぱブリーチしないと、なんかやっぱそういう色にならないとか言うじゃないですか。もう嫌だーってなる。助けて。なんかさ、そういうきっかけがあったらいいのにね。
って思わない？とっても15日の話からやったから、ベイビーよろしくね、ありがとう。切れちゃうは嫌かも。切れるって嫌だ、嫌だな。なんか透明感の色のあるさ、色って無理よな、やっぱブリッジセントね。公式 TikTok 見たよ、だってよかった、ありがとう、嬉しい。そう、ケアがしんどい、余計に髪質終わった、泣いた、泣きましたね。痛みは来るの？やっぱ暗い色のロング原点して、いやそれ思うよりさ、なんかやってないんだけどさ、派手髪なんてやってないんだけど、なんか多分結局は暗い髪色がみんな好きよなって行き着くよね、やってないんだけど。大体そうじゃない？あんこちゃんノロノロでブリーチしてた。なんか大体ですね、嫌いな人なんていないじゃない、暗い髪色でね、っていう事案ね。っていう事案はあります。本当にノーブリーチだよ私、とってもノーブリーチやってないからさ。やっぱそうだよね、肌白よく見えるよな。銀は無理かも、多分似合わないよ、浮く、飽き飽きちゃうのか、明るくすると。これの方が好きね、そう、ノーブリーチだよ。あんこちゃん明るい髪色、え、わかるわかる、あんこちゃん明るい髪色かわいいよね、わかる、かいなとか。あー、そこだけね。でもなんかさ、変わりそうよな、めっちゃ印象が、印象が変わりそう。今日確かに昨日マスク、コメントしてくれたの、ありがとう、嬉しい、見てる、大方好き、本当にありがとう。手紙のイメージない、リサ、え、リサもね、ない。ちなみに言うと、きついって言ってた、終わったな、私も終わっちゃうかもしれない。ツインテール似合うだって、嬉しい、ありがとう。最近ハマってるの、リサ、なんだろう、最近持ってる、どういう系、え、マジでじゃがりこ、仕事なの、大変、気をつけて、 TikTok 見たって、王さんありがとう。期間限定にも弱い、ちなみに終電明けで髪染めるの、もうかやっほー、嬉しい、二つ結び好き。なんかね、私も思う、なんかね、いや、ポニーテールも良かったんだけど、この間の、この間じゃないや、昨日だね、スペイウェイでやったんだけど、写真になるとなんかポニーテールって難しいって思った。これからお芋の季節ね、お芋、お芋です。
似て似合う。サイドポニーみたい。サイドポニーも確かにやばいな。でもやることないかもしれない、サイドポニー。あとのスペイン、あでもいやまだチャンスはある、チャンスはある。ハーフアップ、またこんな、え最近ハーフアップ多くない、リサ。えどう、ポニーはこうやった方が分かる。みんな写真でも買うけど一番が買うのは違う。嬉しい、ありがとう。前髪綺麗。でもちょっと今長いんだよね、やばい。周年の次にファンタジーさん、いいね、楽しんできて。ハーフツイン好き、いやずっと言ってないな。踊りやすい髪型は絶対に結んでた方が踊りやすい。これでまだブリーチ一回もしてないメンバー、え、私かも、私だけか、もしかしたら。なんかその部分的にブリーチはいるけどって感じかな。あお団子はねちょっとね似合わないって言うじゃん。みたらし好き、本当に普通に好き、本当に生徒さん全体しもらってない、リサも言ったらくれるのかな。ブリーチ経験者ってすごいのかな。でもみんな知ってるか今ね。キャリさん的が可愛すぎだって、ありがとう。アミタラ好き、髪型全部大好き、嬉しい。言ったらくれるんじゃないかな。もらってないよ。その場でみんなもらってたのかな、どうなんだろう。翔子はもらってた、どうだかな、どうだろうか。うん、もらってるかな。まあちゃんありがとう、見てくれたのかな。話し会楽しみにしてて、ほんとに。うん、あー細めのカチューシャかわいい、わかる。サーツみたいなね、絶対だな。うん、メイクレシピ載せる、え作る予定はちょっとねわかんない、断念しちゃうかもしれない。撮っちゃっていい感じして。三つ編みカチューシャやってほしい。ああこうね、あそれこそ違う違う、聞いてほしい。昨日ねなんかやってたんだよ、したらなんか4時ぐらいになっちゃってやばいと思って寝た。でだから途中でなんかぐちゃぐちゃになっちゃった。でツアーじゃなくて周年の確認をしないといけなくなっちゃって、もうやばい終わんないよってなって4時過ぎになって、で眠かった今日。死ぬ、やばいよね、終わんなかった。やばすぎ、もうびっくりしたもん、気づいたら4時かよみたいな、早ーいってなりました。うん焦っちゃう、本当に5時になると焦る、さすがにね。でもなんかあれだった、なんかあんま明るくなかったよ、やっぱ天気悪かったからかな、ちょっと遅かった。5時やばい、4時になると寝ちゃった。いやだから途中で今日マジで眠くて、なんかそうリハーサル終わった後に
終わった後別の用事行ってた時もほんとやばくて、なんかもうこんなやばい眠いってなって眠いってなった。いや違う、最近眠いんだよ。なんかでもこれみんな言ってて、あのなんか寝てるのに眠いとか、どういうことみたいな、なんでって感じ。そうでも結局寝な、あだからちょっとこうなったけど、なんかこうがっつり寝てない。でも天気ありそう、なんか眠いくなる天気してない、ちょっとね眠くなる天気してる。そう寝ても眠いって時ある。なんでなんでなんでってなる。気圧もありそう。いやそう夜型だからやばいよね。でも本当に終電もさ来ちゃうから、いそうね、急に来ちゃうからやばいよ本当に。こんばんは。うん、終電で目荒れてなかった、それは終わりますねマジで。それはとってもダメ、目を開けないと。今日は2時にです、今の時間に食べていいよ。2時、まあ、あま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 あ終電の前日は絶対寝たいよね、絶対。仕事終わりに見てましたって、ありがとう見てくれて。今ペペロンチーノ食べてるの。いやマジでさ本当にそう、健康でね終電を迎えたいですね絶対に。それだけはとっても、朝ハッピーセットしたい気持ち。そうじゃん、明日からじゃん、明日からか。前日は絶対寝るよ、ドライヤー20分ぐらい。元気だよ。いやまほんとそう、あマジでそう、風邪ひいたらやばいよね普通に。マジで冷静に、冷静にやばくない？風邪ひいたら。マジ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 。それだけは本当にどうにかしてほしいよ。マジで。うん。なんか急にね、なんかそのなんかね、突然変異起こしたら困るマジ。本当に。なんかさどうしようもないのとか本当やめてほしいよね。それこそそうインフルとかさ。なんか そういうのってマジどうしようもないじゃん。本当にそういうのには無理。普通に元気で会いたいね。元気で会いたいです、とっても。でもやっぱ睡眠は大事よな。やはりさ、睡眠信者だからさ、なんかそういう、なんか、絶対に、寝て、そうなんか寝ればなんかなるみ、なんとかなるみたいなのをしてるから、なんかちょっとなんかやばい、ワンチャンあやばいかもしれないってなっても早く寝ればちょっと変わるかなみたいなっていうところありますね。えマジマジマジ、これガチ、結構真剣。そう睡眠栄養大事ですね。でもマジで言っても寝るのも大事だよね、普通に普通にね。そう、うん、睡眠、うん睡眠と、そう食べる寝る一緒だった、睡眠と寝る一緒だったよ。えらいね、ちゃんとあんま予定をねつむつむに入れないのも。わかる、寝不足だとなんかこうなんかこうなるよね。笑い方元気出る、ほんと
メルクは育つよねって言うよね。寝すぎてる。引き笑いの笑い方好き。風邪ひいた時は活動を終えてやるの。すごいすごい。みんな元気でね。いや本当にそう、みんなで元気に周年を迎えたいよ絶対ね。絶対にみんなで。でもマジでさ、今までのライブとかさ、まあ、ちょっとあのツアーとかさ、なんかその大きいライブってみんななんか欠けたことないよね。強いですね。めっちゃ楽しかった。楽しみ金曜日乗り越えましたって。頑張ろう。みんな元気。夜更かし分かってるでしょ。マジ大丈夫。お昼寝しちゃって眠くないの。うん、マジでみんな強い。ミスドの CM のクリシーズ美味しそうだった。絶対美味しい、絶対美味しい、絶対に美味しい。栗、食べた方いる？もうミスド。いそうな。コロありがとう。もう秋やん。全然暑さは、あでも今日はマシか、マシだったかも。ちょっと涼しかったね。あんまりなんか暑とかな。でもね、違うか、湿度が高かったんだ。睡眠と食事どっちが大切。なんか前までは食事だったんだけど、最近は睡眠、寝る、食べずに期間割ると予想させてると思うじゃん。絶対食べるよ、もう私決めてるんだから。全種類、なんか YouTube で食べてる方を見てたんだけど、なんかブリュレみたいなやつが美味しいみたいな、なんかブリュレみたいな、それ。明日美味しそう。マジ待って、気をつけてね天気たち。待って、いちごミルク終わった説あるよね。終わったんじゃん、あれ早ない？もうちょっと待って、くれんかいな。で終わった、なんか終わってそうな感じするよ。スタバもお湯も始まるよね最近。いや眠いよね。スタバのパイ飲んでないや。終わってそうよね。いつの間にか終わってるよね。びっくり。終わってそう。うわ、お芋と栗。待って、どっちも好き。決めれない、決めれない。最近スタバ限定飲んでない。最近、そう最近スタバなんかその限定の飲んでない。なんかなんだっけ、パインとかいちごとかなんだっけ、なんかそういうのとか飲んでないよ。9月上旬まであるじゃん。まだいちごミルク、まだいけるじゃん。ピーチめっちゃ飲んだ。明日マックのちいかわ、珍いかも。まだワンあるよ。限定のもの食べたい。ほうじ茶クラシックが美味しい。わかる、美味しい。いけそう。まだあるらしいよ、いちごミルク。いちごミルク食べた報告ねえ。ちょっといちごミルクを食べる予定はちょっとなかったんだけど、あの栗とか芋は食べたいなって。その時にいちごミルクがあったら買うかも。でもね、まだあるんだね。
確かに多いよね、なんか並んでない？いつもね。うん、水色だから美味しい。本当に一緒だ。いちご美味しかったか、食べたの？子も美味しかった？ミスドのご飯、あ、ミスドのご飯美味しいよ。めっちゃ前なんか食べたことあるけど、普通に美味しい。なんか麺とかさあるよね。でもあれさ、あるとことないとこあるよね。あんまない、あんまりない。あるよ、ご飯系食べたこと。美味しい。味噌にご飯ある。味噌食べ方でやってみたい。まだポン酢リンゴやってなそう。あ、やってない。ファーストテイク見てよだって。もしありがとう、ピアス開けたいって思ったり、うん、思ったりもする。あの、ここの、ここね、ここの部分。甘くていいやってなる。なんか挟みたいよね、しょっぱいのもね。甘いしょっぱいを繰り返したい。甘々によりもね。あ、エンゼルクリーム美味しい。あ、わかる。で、なんかさ、グラタンみたいなあるよね、ミスドのね、パインみたいなやつ。でもいつもさ、私ドーナツ選んじゃうからさ、そのパイを選ばなくて、いつもドーナツ選んじゃう。美味しいだろうなって思いながら、結局ドーナツにしちゃう。グラタンパイみたいなやつ。担々麺美味しい、美味しいよ。うん、アップルパイドーナツ、アップルパイ美味しいよな絶対。私はね、あのフレンチクルーラーが好き。チョコと、あの普通のなんていうの、中に生クリームホイップ入ってるやつが好き。本当に。あとはまあエンゼルクリームも好き。まあ、ポンデリングはまあ優勝って感じだけど。シュークリームさっき食べたの？ポンデリングの、いや、わかるよ。なんかまあ私まだ一周回れてないかもしれないけど、なんかなんだかんだやっぱりそのポンデリングに行き着くよねっていうじゃん。土日ウソ行くのいいね、本当にマジで。全然一周できてないけど私は。だけどなんだかんだ、なんかだってさ、まあ、どうなんだろう、ポンデリング嫌いな人いんのかな、世の中に。いるか、世の中にはいるのか。食べたくなった。え、わかるよね、食べたくなっちゃうよねこんな話って言ったら。え、でも私さ、ポンデリングの普通のやつにいつもしちゃうんだけどさ、なんかそのシュガーみたいなかかってるやつあるじゃん、白っぽいやつ。え、あれがいいかも。あれ好き、あれ好き、一番好き。美味しいよね、パンデコクターも美味しい。あ、あんま食べたことないかも。塩っぽいのいいよね。ミスドの口になった、みんな。テンポ少ない。え、マジでわかる。全然ないよね、テンポが。テンポがないんですよ。出張、最高じゃん。最高やん。いつでも食べれるってこと？いいね。確かに多いよな。この時間に食べたらやばい。
いいよ、食べよう、みんな。セブンのパンコーナーにある。え、意外とでも美味しいんだよ。なんかそのなんて言うんだろう、なんかドーナツ屋さん、あんまりドーナツってそういうドーナツ屋さんとかでしか買わないんだけど、意外とそのなんていうの、それこそセブンイレブンさんとかのドーナツとかももちもちです。一人で店入る勇気ないの？意外といけるよ。なんかね、しかもさ、なんかさ、ミスタードーナツってさ自分で取るやん、なんかこうゆっくりさ。え、だからさ、マジでさ、なんかみんな意外とお一人様もいるんですよ。だからね、なんかね、気まずくあんまなんない。そうっていうね。そう、横にいる人のプレッシャー感じる。あー、なんか後ろにいる人のプレッシャーはちょっとある。なんかさ、そのマジで自分 YouTube なんだからさ、なんか戻れないじゃん、なんか行っちゃったら。いや、だからなんか行ってて、うわやっぱりこれが良かったって思ってもさ、そのこう流れに来ちゃってるからさ戻れない、戻れない。なんか少なかったりでね、人がねあんまいなかったりしたいんだけど、戻れないんですよね、あれマジ。あーと思って超戻れん。いやでもさ、そういう系なんかあとあるか、なんか戻れない系。なかなかね厳しい、悩んじゃって。来月食べ放題に初挑戦するの、すごい。確かに、やっぱやめようかなもできないしさ、やっぱ欲しいでも無理やもん。人気のパン屋さんの一発、めっちゃわかる、マジで。これ買えばよかったとかさ、うわこれがあるならこれやめとけばよかったとか、あーってなりますね。え、でもマジでさ、でもさ、みんな思ってそうだよね、なんかみんな並んでいる人は思ってそう、そうやって。え、わかる、取ったらなんか戻せないしね。それこそさ、なんかさ、そのなんて言うんだろう、クリームが入ってるのと入ってないのがあってさ、ちょっと場所が違くてさ、入ってないやつをさ取ったってさ、うわマジか、クリームありの方がここにあったんかみたいな、クリームありにすればよかったって思ったりとかして、あーってなります。なんなんだってなる、あったんかいみたいなね、しくりますよね本当に。でも両方買わせる作戦になるじゃん、本当にそれになりますよ私。あのなんかそ今みたいな感じでクリームなしのやつを先取ってて、クリームあれ、うわマジかってなってやめるんじゃなくて買っちゃうんですよ。はい、その罠にはまります、とってもマジで。あとはなんか普通になんか戻しにくいなみたいな、なんかただなんか取っちゃってるからさ、なんかさ、それこそさ、まあもうあんまコロナさんとかそんなないっていうか、その昔ほどはさ流行ってないけどさ、なんかその私あんまりさそういうそんな気にしないタイプっていうか、なんかその戻すっていうのも別になんか迷っちゃうからさ、なんかってあるんだけど、なんか意外となんて言うんだろう、なんか若めな方とかは多分そんな気にならないかもしれないけど、なんか年配の方とかがこういらっしゃると結構あのなんかやっぱ気にされるじゃないですか。それでなんかちょっとその気まずいやん、やっぱ。そうなると
そうなるのもあって買うかもね。そういうのある。なんかわかんない、なんか怒られそうとか思っちゃう。なんかさすごいさ、年配の方とかがさ、何みたいなこと言われそうで怖いじゃん。ちょっと怖い怖いよ。しかも言い返せないしね。なんかそうそう、なんか私がまあ悪いよなとかなっちゃうもんね。考えるかも、いろいろそういうのだから。やっぱ一回撮ったのはな、なんかその後にこれがあったって気づいても、もう戻せません。なかなかそう、死ぬ。さ、舌打ちされそう、やばいな。なんか舌打ちはまだいいかも、いい方かもしれない。なんかその口でやられるとやばいかも。なかなかみんなが見ちゃうじゃないですか。そんな注目やめてほしいから注目やめてほしい。待って、やばい、ちょっと TikTok のポストするよ。泣きはしないよ、ただへこむよね。なんかへこんじゃうタイプ。そのなんかその時に、いや舌打ちはマシだよ。そこでなんかなんとか何してるのダメじゃんとか言われたら、もうその方がもうなんか私はもう無理ってなる。そう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 、言い返せんよ。すいませんって言いますよ。さすがにね。そんな言わなくてもいいじゃんってなる。いや、なるよ。言っちゃうよね。その言っちゃないんだけど心で言っちゃう。そんな言わなくていいじゃんあ、心で言わなくていいじゃん。そんな、言っちゃうよね。心の声漏れてそう、私。いや、でも私は顔に出ちゃうからね。そこがなんでしょう、問題は。もしかしたら顔に出ちゃってる事案もなくはないっていう感じもあるよね。なかなか、もしかしたら。よし、ポスト完了。うん、舌打ちしないよ。舌打ちはしないけど、逆にごめん。仲直りしようっていうの。仲直りしよう。ちょっと初めて私言えないかもしれない。不安になっちゃう、いろいろと。私はもうその場でもあのはい、みたいな、すいませんみたいな感じで終わる。踊らないよ。喧嘩しなそう。喧嘩はしない。泣きもしない。そんな
そんなすぐね、そんなすぐマウントは取らない。怒られた時配信の愚痴ってね、はい。でもあんま怒られる、本当にない。怒られる、いや本当に怒られるってないよなって思うよ。人間だから、うん、本当に。いやそれなんよ結局。人間だからみんなそりゃなんかいろいろなんていうのね、その考え方も違うよねみたいな感じね。時間早い、時間早すぎ。ちょっとこの後インスタに、インスタにあげるから、インスタあげるか、インスタあげるじゃない、間違えた、インスタにも共有するから、ちょっと待ってねって感じ。人間の話なんだ。動画でご飯決めるときさ、店員さん、キレられなかった？え、キレられても困るよねってな、開き直っちゃうよねって言うて、うん、そうだよ。え、カラオケに入ってるの？もう絶対アイドル？あ、歌ってくれたの、ありがとう、嬉しい。そうなんだ、もう入ってるんだね。じゃあ見つけたら歌ってみて。ジョイサウンドさん入ってるんだ。じゃあ見つけたら歌ってみてね、みんな。お時間やばい。じゃあランキングを読みたいと思います。ピッ、お知らせにもあったんだ。13位、あ、やばい、ルナちゃん。12位、ゆきぼう。11位、めこ。10位、 JF。 9位、ひろし。8位、たか。7位、みーたん。6位、まさ。5位、お塩。4位、ちなつ。3位、ゆうき。2位、とめぞう。1位、かなたでした。ありがとうございました。なんか最近すごい初めてのね、名前の方がいっぱいいらっしゃる気がする。ありがとうございました。今日も1時間ぐらいかな、配信見てくれてありがとうございます。この後はあのインスタのストーリーに TikTok を共有して、ちょっとマジで明日もちゃんと早めに寝て、明日も頑張っていきたいと思いますね。みんなも台風とか本当気をつけてね、あのマジで九州の方の方とかもそうだし、で、うん、東京は大雨とかなのかな、気をつけてね。私も気をつけていきたいと思います。また配信するね、ゆっくり。みんなもゆっくり休んでね。私も早く寝られるように頑張るね。じゃあ TikTok のコメント見るね、エリさんも。ありがとうございました。おやすみ。またね。みんな本当に安全に来て。バイバーイ。おやすみ。